OK， 哎，好的，各位安，我是奥秀，欢迎收看《Final Fantasy XVI》。哎呀，不好意思啊，人有点不舒服，所以会有一点反应怪怪的。哎呦，哎，要休息。シドとお嬢さんは坂の上の教会で待ってるわ。気をつけて。あの黒い服のベアラ、見ない顔ね。遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でもそれにしたってここは。それでどうするつもりだ。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ。後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って、命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となれば、どの国にとっても都合が悪い。だから声を上げれば異端者とみなされ消されちまうんだ。
無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみれば、ドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化。つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルとクロノ一体、ドミナントとベアラ、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪党指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル、美人の後輩。对，结果我还是直播了。大悪党としてでも長残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。感觉还是玩戏啊，觉得不玩游戏就觉得亏了。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。本来我也在考虑要不要玩 FF15， 可是还是16的诱惑比较大。忍不住就想玩了。大幅推进无法再回头，请留意有没有未完成的事情。有吗？有没有完成的事情吗？回驻地看一下好了。这边能未完成的事情，除了任务之外，还能有什么？何か用かい？さあ見てくれ。没有，两边都没有。頼んだぜ。那就是代表把任务都做完了啊。なるほど。読み書きに使えるのか。ははあ、何の用？何について知りたいのかな？哎，我没看的登场人物谁呀？我靠！又啊，我按错键了。
いつでも来るといい。なるほど。これも秘密。俺にも何か手伝わせてくれ。みんなお前の力を買ってる。没有什么事情，看来就直接前进吧。やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした。何でもない。それでこれからどうするんだった。ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。大丈夫そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。詐欺あったらしいぜ。チンケな盗人が忍び込んだ。さあ、とっとと片付けるぜ。あんたの抜け道はいつもこうだ。言ったろ、刺激が必要だって。ご苦労さん。まったく。あれは警備が厳しいな。クリスタルの運搬路か。
抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。賊が入らない。いつも呼べ。今すぐだ。終わりだ。無理してんなよ。あっ、ちょっと。面倒なのがおいでなすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。这是大炮吗？さっさと黙らせるぞ。くらえ！下体，这是什么东西？这场战斗真的要检讨啊，好几次我都按错，回避按到别的。
爆蓝造成伤害提升了。大量のエーテルを浴びてアカシアとなったものの末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。这里以太浓到可以用肉眼可见。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。思った通りだ。濃いエーテルが漂ってエーテルだまりになってやがる。このまま降りて大丈夫なのか。ドミナントやベアラーなら少しの間は耐えられる。だがあまり長いもしてられん。ここから地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。以太是好东西很好用。问题是急ぐとしよう。多了也是毒啊。根本就是僵尸化了。新たなコートを作る気なのかもしれん。そのための再軍備か。说白了就是把这个地方用烂了，然后就只想换个地方，根本没想过把这个地方复原。啊！一群有权有势的王八蛋。感觉系统会掉下去。移动。哇！石头。破个屁啊！你只是站在旁边看而已啊！すまんな、助かったぜ、クライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ。ご愛嬌ってやつだ。也他跟西斗的关系，该怎么说嘞？赞。
先四处换一下。在哪？还这里？一瞬间没反应过来要按东西，所以我顿呆了。下冠军。感应老师啊。身上带的治疗器不知道什么时候才可以增加。なんだこの鉄格子は。
珊瑚剑，新的武器。水哦。可是它是蓝砖，蓝砖是几颗星的、啊？感觉紫砖会比较多星诶、欸，当然，感觉紫砖会比较稀有的武器，蓝砖，嗯。爆弹诶，施救者，闪炎剑。闪炎剑，我有这一招吗？这他妈的闪炎剑！闪炎剑是哪一招？哦，集气啦，集气砍人的。啊，对吼，我还没有强化，用推进强化就好了。那学了什么东西？哦，串蛇串生火蛇，其实这一招我真的很爱用。嗨，ケアブルゾ。おら、硬いな。次だ。もう少しだ。同時に切るぞ。合わせろよ。面倒なもん作りやがって。你说还没有拿到拉姆？这让我猜测后面习德就会挂掉，都说了不要爆雷吼！看你们这群死雷包！光听你这样问，我就可以猜出后面习德会GG啊！看前面的剧情就有在暗示了一些东西吼，不要爆雷啦！そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。不会你的包啦，那死雷包。大丈夫だ、誰もいない。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。我也希望他不要过啊，可是这前面都已经暗示他跟克拉夫的关系，你觉得有一点？就感觉上好像后面会发生一些不太好的事情。しかしろくな修復もされてないとは。完。よほど人手が足らんらしい。まさか、あんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は橋の手前で。バハムートのドミナントと鉢合わせてな、追いかけられて仕方なくだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさとつぼしも。会离可为难。
感觉这个奎利可尔这个神明的存在有一点，感觉这个神明的存在有一点就是。こいつらはまさか。あの時の。化け物とも知り合いなのか。そんなんじゃない。该怎么说呢？我总觉得这个神明反正就是怪怪的，要么就是这个神明并不存在，实际上只是他们利用。想利用宗教控制而创造出来的神明，实际上并没有这个神明存在，不然就是这个神明是搞事的神明。この場所と何か関係があるのか？说真的，打过三啦，十五啦。现在只要看到类似水晶神明之类，总觉得这些家伙就是想搞事。而且刚才他们的对话还蛮好笑的，啊！你们认识这些家伙吗？怎么可能？而这个地方就这一种敌人啊，他就是在那个凤凰的那里遇到的那一种敌人，所以讲白一点，我觉得啦，这边可能都跟什么天空遗迹是有关联的。而且为什么叫鬼怪？其实也不能说神明不是好东西，可是你不搞事你是好东西，你搞事我就他妈觉得很真的，真的就是在。真的就在来乱的。我干，巫妖！抓不到了，太用。聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだな。とにかく慎重に。不是，我说的是这个国家，这个国家有一个那个啊，这个国家叫什么名字？突然想不起来。这个国家有信仰一个。女神啊，惠利梅尔，他信仰的这个女神，然后我就觉得说，以水晶创立的国家跟世界，其实有神明，而且就只有他们国家在信仰，所以我就觉得说，这个女神，这个感觉怪怪的啦。何かいる。なんてこった。龙种的阿卡西亚。門番までアカシアになったのか。さあ一気に叩くぞ。クライム。分かってる。ふっふっふっ。
好友啊。看，刚才变身几乎都空灰。看，又空灰。他是用变身来回血，还蛮好用的。何をする気だ？クライブ、避けろ！正面赚到。被他撞到，又回攻，趁他病要他命啦。这家伙有够难打 啊！
神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。もっともこうエーテルだまりがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。クライブ、ん？全てのマザークリスタルを破壊した時、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ、もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。大悪党シド様の華麗な第一歩だ。华丽的第一步啊，希望不是最后一步。さて、覚悟はいいか？もちろんだ。ええ、見届けるわ。ありがとうよ。逻辑上是这样没错。どうする？对啊，我也想知道这样子要怎么坏掉，这样要怎么把它打坏？手伝おう。こいつはそこらのクリスタルとは違うようだ。もっと大きな力。理论上，所有召唤兽应该都会拿到。老体には応えるが、こいつばかりは仕方ねえか。下がってろ。ラムに権限する。直接用ラム。水晶是用来封印某种东西的吗？连召唤兽都可以直接开爆。该不会母水晶真的是一种封印吧？
イフリートになれれば。その声は。貴様どこに。ここは一体What the hell?为什么这一幕有一种那个《新世纪福音战士》阿党被人家钉在十字架上面的魔的感觉？ここは以前にも。提风。その声、やはり貴様か。どこだ。姿を見せろ。还没死。まだ動けるのか。妈的，听起来 Clive 就好像是被丢到这个世界上的那一种，那个该怎么讲？无间道。我干你娘！来这招啊！AOE 攻击啊，有杂鱼就算了，还有 AOE 一起来，烦死了。哦呦，哎，搞笑啊！杂鱼不烦 ，AOE 好烦。快到，快到！而且很烦的是，这些招式他妈只对我生效，不对他们生效。
操！今のはラムーの。看这个 BGM 太难了啦！莫埃德尔，伊弗里多，天山。不可思议！哦，也就是说，我所有学过的招式，居然都还可以无限制使用，哎。看看，无尽福音。趁他病要他命啊，一个就这么难搞了，现在出现这么多个。我操，三头六臂啊！哦，没有，但是看起来就很难搞。
好友啊！看，一直被扫到，看错，白痴啊！为什么感觉有一种元气弹的？到底是个什么玩意啊？对啊，这音乐未免也太赞了。转身火焰减少。坦白讲，十六代的那个 BGM 搭配他那个司机啊，我可以给满分啊。提风，莫名其妙的一个存在。
突然的就冒出来。よ、目が覚めたか。シド、傷が。また、みっともねえところを見られちまったな。待ってろ、今すぐ手当てを。そうも、言ってられんぞ。What the? ようやく分かったぜ。お前が奴を狂わせたのか。くたばりやがれ。不是吓傻，他是被控制住。急なる火をまとい、再来の炎となれ。
因为刚才一瞬间我是在想，克莱夫，你只顾着救老婆，那条狗你就不管了吗？ごめんね、兄さん。こんな形でしか会えなくて。居然没事啊！僕がわかるのか。二人を守ろうとしたのか。本当にいい子だ。干，真的，他弟太帅。そこにいるのだろう。アルテマ。アルテマ。居然是阿尔提玛这个名字。我が存在を知ったか。褒めて使わそう、フェニックス。阿尔提玛就是那个啊。ほう、魔法衝撃。火焰系的最高级魔法白甲。拉致が開かないな。もうよい。戯れはやめよ、フェニックス。器を渡してもらうぞ。させないよ、絶対。为什么搞得他跟凤凰认识一样？这家伙到底是谁？この手の炎、我と敵するつもりか？断りたるお前を倒せるなんて、鼻から思っていないさ。でも、兄さんを守るだけなら、僕にもできる。到底有问题吗？是断线还是怎样？他该不会用自己的真命去交换吧？不，看起来是封印。ここなら兄さんには手を出せないだろう。我也想知道社里是什么。开始出现新的。全新的人物跟故事剧情线的感觉啊，应该说啦，开了一条新的剧情线，也就是说，国家与国家战争这边是第一条剧情线的话，表面上的剧情线，现在世界底下的第二条剧情线出现。这个水晶的消散也太美了吧！暂停一下，上个厕所先。
刚才故事太精彩了，人一泡尿忍超久。哎呀，啊！习德的秘密基地被攻。习德必须杀死你！杀死你！ここにいるはずなのに、どこだ？見つからなきゃ俺が殺される。クソを探せ！何としても探し出せ！シド、助けて！ここか！戦場もは！ぐぅぅぅぅぅぅクソが！ガブ、急いで。連カブと。分かってる。ここにシドはいないようです。クブカ様に報告を。もう遅い。ぜひ味見してってくれよ旦那。さあ一口。辗转逃到南边去。さあいらっしゃいいらっしゃい。朝採れたばかりの新鮮な野菜だ。何でも揃ってるよ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。ちょっと見たってよ。どれも取れたって新鮮だ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。いろいろ取り揃えていますよ。飲み薬、塗り薬、貼り薬。旅の方、お薬はいかがです。血止めや足の疲れに効くハーブもありますよ。ごめんね、買ってあげたいけど。どうか良い旅を。どなたか、お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。よく聞くお薬はいかがですか。啊，从那时候结束已经过去五年了。シド、よく来てくれた。ベアラーたちは。町外れの議事堂跡に囚われてる。クライフの頭髪は変化。この司令塔が見張っていて手が出せん。また奴らの仕業か。そうだ、あんたをおびき出すための罠だよ。またなの。これじゃまるで見せしめね。これから議事堂跡へ向かう。おい待ってくれ。これまでにあんたや組織を守るためにどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。救える命を見捨てろと。そうじゃない、あんたが出向く必要はないと言っている。而且他是借着西斗的名字在行动。まったく、
頑固なところは先代にそっくりだな。は？哦，他继承了习德的这个名字。他不是用这个名字行动，而是变成精神支柱啦。今のあんたは紛れもなく指導なんだ。忘れるなよ。难怪他会说接下来故事会大幅度前进，因为过了五年啊，而且这五年发生什么事？仔细看他脸上的疤，他脸上那一个原本有 logo 的地方也不见了，就挖掉了啊。どうか見逃してください。前生历史。俺たちは逆らう気なんてこれっぽっちもないんです。ここの家畜は喋るのか？私たちを主人の元へ返してください。黙ってろジジイ。風後の姿はないか。そもそもシド本人が顔を出すとは思ってないんでしょう。あ、だろうな。お願いです。命ばかりは。黙れと言っているのがわからんのか。遅くなった。对啊，北亚兰斗的 logo 不见了啊。この雷に打たれるドイツだ。本物、シドだ。难怪说是继承，因为毕竟他拥有了拉姆的力量啊。全員呼び戻せ。行くぞ。九个地方哦，シドを殺せ。哦，要这样发动哦。哦哦哦！等一下，我家的狗怎么有新的能力耶？我家的狗会冲出去钻敌人呢，超屌的。那个是什么牙通哦？
哦，哇呀！哇，刚才一口气大招狂放，这一次有三组大招可以让我放的感觉，超爽的哎！看来又可以做新的武器了。我也不知道是不是二哈，至少你也说他是狼吧。追わないの？奴らも風後に怯えているだけだ。次に見かけたら容赦はしない。感觉是会拆家的家伙。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる。わかるか。餌だぞ餌。関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。どういうつもりなのよ。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。それをあんたたちがちょっかい出すせいで。そうよ。好歹会救了你们。この五年間、私たちが何もしなかったとでも思ってるの？誰もが等しく人として暮らせるよう必死にやってきたわ。誰がそれを望んだんだ。危険にさらされるのは当の俺たちじゃないか。そうよ。その通りだ。すまなかった。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。シドの意志を継いだ時からこれくらい覚悟してる。クライブ。帰ろう。那过了五年，他们两个的关系到底有没有进一步？邓傻笑。秘密基地还是在这里？原本的秘密基地不是被毁了吗？怎么还是在这里啊？对啊，我也一直以为他们要拉机了。世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ない。ベアラーを救うにしたって、その一方で彼らを苦しめてる。彼らも非難の目を向けずにはいられないさ。那你就知道吉尔多想拉吉尔。分かってはいるけど。だが、シドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄をぶち破れと。誰かに強いられることなく未来を選び取れ、自分の意志で。そう言われた気がした。彼らしい。人が人として生きられる場所、仲間と共に、そんな場所を作るため、俺はシドの名を継いだ。俺たちは彼に思いを託されたんだ。だから何が起きても俺は意志を貫く。
ほら、着いたぜ、お二人さん。愛しの我が家だ。全新的基地啊。哦吼，这看起来就是用一艘飞空艇搭建而来的地方啊。虽然我也很想看看现在新的秘密基地长怎么样，不过我觉得今天就先玩到这里好了。累了，我今天可以说是睡了一整天了。わかった。莫名其妙睡了一整天，然后又莫名其妙的人超累，不知道累几点。留言有些没有跑出来，麻奇。该不会真出了什么状况吧？哦 ，OBS 有断线过一次。可能是海外线路有问题，我也不晓得啦。今天莫名其妙爆睡，昨天从实况完之后没多久我就去睡觉了，直接睡到隔天下午一点，就是今天下午一点醒来啊。然后吃完午餐之后，大概三点半我又接着睡，睡到八点半，就莫名其妙的爆干累、爆干想睡，然后就一路睡到现在，也不晓得到底怎么一回事。然后现在。其实在开台之前，我人也还是觉得头很痛啊，然后人超不舒服，然后我就觉得说今天都没有碰到游戏，超难受的。所以最后我就跟我朋友聊天聊一下之后，我就说我来打游戏好了。然后我朋友本来是讲，我朋友本来是说你看要不要多休息一点，然后我就说感觉没有玩到游戏，觉得有点吃亏啊，所以我还是决定打游戏啊，做个实况啊。然后现在游戏打一打，感觉好像有好一点点啊。感觉有好一点点，可是还是很莫名其妙的，精神没办法集中，就觉得精神很溃散，没有办法好好的集中。端午前我就感冒啊，然后一直到现在都没有什么太多，都没有什么好转的感觉，有点难受。总之啦，我们这一场实况就先做到这边，然后晚一点我就去休息，看明天会不会好一点，看可不可以玩的再久一点。没办法，整个人就是很怪。好啦，废话不多说，那我们今天这一场实况呢，就先做到这里吧。非常感谢各位的收看，那我们就下一场实况再见面喽。谢谢各位，各位早点休息啦，晚安喽，拜拜。